どうぞ。はい、スタート。ドロちゃんからスタートしましたよ。今ここには約70匹の女の子のモルモットさんが暮らしてます。今ほとんど野生ではモルモットを見ることできませんが、かつて野生だった頃にこうやって一列で飲酒のモルモットさんがいます。皆さんがよく見るこういう毛のツヤツヤして短い種類、イングリッシュっていう種類になります。さあ、ここで登場しましたね。つむじがたくさんある種類、アビシニアンっていう品種になってます。よかったら見てみてください。さあ、もう間もなくで終わります。今日の最後はどっちでしょうか？はい、今日の最後カルピーちゃんです。最近最後になって常連さんですね。カルピーちゃん、ミコちゃん、エアちゃんの順番で帰ってます。カルピーちゃん、よかったら覚えていてください。マイペースのカルピーちゃんですね。さあ、お隣でね、ご飯食べてますので。